はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、秀次カイリーシュートですかね。まだ正式名称が決まってるような気はしないんですけど、まあ一応ね、メレー上では グリキシスコンボになってました。はい、このデッキなんですけど、先日行われました、青紅杯にて、まあ私はね、決勝戦で戦った、デッキになります。はい、そしてね、このデッキの秘話を話すのであれば、決勝戦でね、一応私が勝ったんですけど、その前段階の、まあ予選の、まあスイスラウンドの段階で私はこのデッキに実は負けてるんですね。はい、ということで、まあ非常に強力なデッキ、かつまあいろんな調整が見られるということで、ご紹介しようかなと思います。はい、アーリーアクセスのタイミングからすでにもうこの秀次の帰りと爆発的得意性のコンボ自体の注目度っていうのは非常に高かったかなと思います。はい、で、じゃあ一体何を、こんだけ強いのかっていう話なんですけど、まあ、やっぱりね、手札1枚、盤面1枚から破壊したらそのままもう急にね、ゲームが決まってしまうというところがあるのかなと思います。はい、まあ、急にゲームが決まったら一体どうなるか、まあそれはもちろんゲームに勝つわけですね。はい、まあやっぱりどのタイミングからでも20点のバーンダメージが飛んでくるっていう、まあコンボデッキの性質ですね。で、今までこの手のコンボデッキっていうのが今の環境にはそんなになかったんですよ。ちょっと前までだったらね、根本原理だったりとか、まあ一応コンボとしては感電典型かなとかも一応コンボデッキの仲間入りだとは思うんですけど、そことはまた別の、まあ一瞬でゲーム決める性能ってことで、この手のデッキができると何が起こるかっていうと、白弾ミットだったりとか、この手のデッキに対して妨害をすることができないタイプのデッキっていうのが減るんですね。はい、まあその辺が減ると、まあまた盤面環境になるのか、カウンターいっぱい環境になるのかっていうところがまた分かれてくると思う。まあ環境がね、また面白くなってくるところなのかなと思います。はい、そして、このね、黒木さんのリスト、まあいろいろと面白いところがあります。それが、さまよう心だったりとかの採用ですね。はい、死体鑑定士と、まあ、合計4枚、3マナのクリーチャー4枚プラスグーバーの計8枚、まあクリーチャー用意したいっていうところと、あとこのカードによって、まあこの辺のね、爆発的得意性だったりとかを探すことができるっていうのはさまよう心のいいポイントなのかなと思います。そして、まあ珍しいカードとしてはやっぱりこれですね、耳打ち。まあ2マナのインスタント犠牲1でライバルトップの上から2枚で1枚手札残りをボトムっていう、まあ純粋なね、まあリソースカードというよりは反動を整えるためのカード、まあこの辺のね、インパルスみたいなところと同じところではあるんですけど、じゃあなんでこのカードかっていうと、このカードも、実はね、インスタントで、秀次帰りを破壊することができる、まあカードなんですね。はい、なんで例えばね、5ターン目に秀次帰り出して得意性デッキトップに置きましたよって時に、自分のターン開始に秀次帰りを犠牲しながら打つことによって、まあしっかりと、効果を発揮できますよっていうのがこのカードの強みかなと思います。はい、で、まあこの普通にね、基盤がグリキシスミッドレンジの基盤である、まあ、フィニッシュ手段が、まあ、絶望将来みたいなアドバンテージ稼ぎながらっていうのではなく、まあ、この爆発的得意性が出たことによってっていう、まあそういう、バリエーション違いっていう形ではあると思うんですけど、それでも非常に強力なデッキ、かつ今の環境には結構マッチしている白弾とか多いですからね、っていうところもあって、まあ、非常にいいデッキかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的にはちょっと不利対面っていうのもしっかりと存在はするので、まあ BO1 ですしね、あるんですけど、まあ普通に7割ぐらいは勝ててるかなと思います。対戦の方へダザーン。はい、対戦よろしくお願いします。後手ではありますけど、のど首プラスバンクバスター鏡ありみたいな、そんな感じで動けるんで聞いてします。青黒、これは私の作ったデッキ、私が使ったデッキですか。あ、グリキシスですね。いいしゃ、はい、リアニメイト確定です。グリキシスリアニですね。うん、これアモンケットへの進行がきついんで、しっかり確定し構えるターンにします。うん、この3ターン目 のアモンケットへの進行って出し毒のターンなんですよ。なんでね、しっかりとカウンターしてあげるのがいいと思います。まあ偶話とかもあります。アモンケットの進行はほぼ入ってるもんだと思っていいです。で、こっちもまあそうですね、グワ出せるならグワ出しに行きたい感じになるかなと思います。で、この対面なんですけど、相手ターンにまたいで動くっていう展開はあまりしない方がいいです。なんで一旦積んでアップキープに取るっていう動きをしようとすると、アモンケットの進行もう取れる可能性あるんですよ。なんでまあその辺はしっかりしていきましょう。これは
かっけし持っといた方がいいから得意性捨てますか。うん、のどくみ狙いでしっかり落としてあげればいいので、消し追加。バンクバスターも余裕なさそうなんで捨てますかね、これは。いやー、さすがに土地欲しいですね、これは。うん、この2枚捨てます。まあ引けたんでギリセーフで、とりあえず殴りましょう。こいつ威迫つくんで、結局ブロックに回す必要っていうのが一切ないです。うん、で今のところ墓地に落ちてるカードもクリーチャーが全然いないんで、一応大丈夫ではありますね。これはいいや、そうします。ただの44になりますね、これは。うん、あとはしっかりこいつ落としてあげればいいと思います。ほい、落としてあげましょう。うん、グーワとかだったとしてもかっけしが構えれてるんで、あまりというわけではないですけど、そこまで問題がない状態ではありますね。うん、まあカウンター5個取り除くあれとかも使ってくる可能性ありますけどね。うん、まあそれならそれで一応ゲームはできるんで。うん、かっけしの追加なら、のどくびとかっけしだけ構えますかね。うん、無力かもな、これ。インスタントだったらもっと強かったんですけどね。うん、インスタントじゃないのが相当響いてるカードの気がします。収穫者はどうしますか。2体落として盤面簡単にしてあげるのがいいと思います。グーは出したいですしね。うん、盤面にクリーチャー2体並ばれるとちょっと厳しいので、でね、なんだろう、まあグーは追加で置いて、土地が積もれれば OK ぐらいな、土地と対別の対比ですね、こっちのは。はい、殴りましょう。グリキシスだと速攻持ちってほぼいないと思うんで、すごい負け犬と、あとはカミソリムチかな、あって。うん、でカミソリムチに関してはなんとかなるんでね。で封印者か冷血か、封印者このターンに出ないなら何の問題もないですね。あ、秘密使いですね。さあ、火薬も残しておきますか。うん、殴って秘密使い出して、アモンケットへの進行を出されても大丈夫です。これはもうこいつのパワーで殴っていく形になるかなと思います。トップに仕込むのは、まあのど首狙い仕込み。いやでも錯覚残しときたい気持ちはあるのと、土地が置きたいですよね。ならこうか。うん、これでいいかなと思います。復員者が出てきても大丈夫です。あ、無力化も問題ないですね。うん、アルキー竜の進行が出てきても、まあ最初の月具帰りとかでも全然ゲームできるんで、てか殴れますからね普通に。うん、アモンケットへの進行も気にする必要はあまりないかなと思いますね。月具帰りで落として殴って削白まで打てないんだよなーって感じ。あー、でも土地引けば OK か。うん、土地引けば OK なので、こっちからでいきましょう。あ、引けましたね。 OKOK なら順番はこうで、のど首狙いをこの果敢な雷光に打って置いて、ウルパンするときに白白で復員者を落としましょう。うん、これで9点、残り1点ですね。残り1点まで行くと、グリキシスから、まあ、アトラクタがない限りは何の問題もないと思うのと、アモンケットへの進行がひっくり返るのがもう関係ないので、まあ、向こうに秘伝する帰りとか出る可能性全然あるんですけど、
リズム返りってもこっち盤面に置いてあげることができるんでね。残り1点を守るのは相当大変だと思います。で、引き時期の共存なんですけど、下手にこいつとかをコピーしようとすると、まあ、ここに対して除去を当てられると、カード2枚分というか、まあ、クリーチャー2体分タップさせられるっていう動きになっちゃうので、なんで、まあ、この辺に対してはコピーせずに普通にフルパンした方が強いと思います。うん、ちなみにヒデズグ返りが死ぬと、トップに積んであるのがバンクバスターなので勝ちですね。はい、というわけで対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ではありますけど、キープできそうなハンドでもありますね。うん、赤タン、ならこれ切り崩しから入ります。火遊びはありそうな見た目してますねこれ。うん、変だ、しっかり浮かしてあげましょう。で、まあ次のターンは書き消し構えて、ザンダーの拠出置いてってやろうと思います。かき消し構えてかき消し打って、まあこっち置いて、まあ耳打ち使ってとか、そっちの方になるかなと思います。ただ耳打ちってコンボにそのまま利用できる可能性があるんで、うん、なんで、まあ必要ないなら、まあ土地があともう1枚積もるとかで必要ないのであれば使わなくて大丈夫だと思います。お母さんはいっか、カーの4点火力ですね。うん、ただの4点火力なんで OK です。あ、土地も引けましたね。なら耳打ちも使う必要ないです。パッケージ1枚でゲームしてあげれば OK なんで。うん、ナイスと。そう、私もこの手の赤タンみたいなやつ作ったんですけど、ここに対してカードを3枚使っちゃってるんですよね。うん、それがすごい重くて、ここは手札なかったらここは勝てないんですよね。うん、それがすごい嫌だったかなと。まあ、これは、あー、のどきに落ちちゃった。じゃあのどきよ、のどきよ。そう、こうなった時に手札がなくなっちゃうんですよね。しかもライフこっちめちゃくちゃいっぱいあるんで。なんで個人的にはバブルの赤タンは殴って破壊しない方が、殴る以外の破壊方法をしない方がいいんじゃないかなっていうのが個人の見解です。はい、まあ、とりあえずギエツグ帰りで勝ってそうですね。うん、ギエツグ帰りで、爆発的な水星をデッキトップに積んで、あー、のど食いまで引きましたね。耳打ち使って犠牲で使ってあげるのもいいんですけど、うん、どっちでも OK だと思います。まあのど首は除去として当てたいので使うならこっちかな。うん、耳打ち使って秀嗣返りをサクって、まあ、相手に20点飛ばして勝ちかなと思います。一応ここだと2マナ4点の なんていうのかな、あれは溶岩コイルのコンパチみたいなやつがいるんですけど、そいつがあるとね、実は突破できたりするんですけど、うん、まあそれがないのであれば何の問題もないんで。ちなみにこれブロックしてあげるだけでも、まあ、ゲームに勝つことができるんで、問題なく勝てるかなと思います。うん、ブロックしてあげましょう。まあ、赤タンはこうするしかないですからね。うん、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープではありそうなんですけどね。うん、まあ2ターン目の動きがないのがちょっときついかなって感じがします。アンタップインが積もれるのが一番強いですね。まあ積もれなかったらまあしゃあないかな、3ターンスタートになっちゃうかなと思います。赤青ゲインランド、まあ、とりあえず置いていきましょう。で、次土地引けたらしっかりと、引けなかったらインパルス、引けたらまあグーアカサクアカで相手の盤面を荒らしに行きましょう。霊電式歩兵は、いや、これ土地が詰まる方がダメなんで、しっかりとインパルスで土地探しに行きます。うん、まあ次のターントップから土地引ければ除去除去で、まあなんとか対処できると思うんで、トンズラとかで逃げられる可能性はめちゃくちゃあるんですけど、うん、ありはしますけど、まあ果敢絡みだと思うんでね。いやでも果敢デッキならトンズラは少ないか、多分そうですね。まあ、ここで、マナ寝かして展開してくるのであれば、まあ、しっかりとのど首で落としてあげるで問題ないと思います。
ただねこいつ地味にトランプルとか持ってたりとかするんでね、サクワクはちょっと微妙なラインかなっていうのはありますが、コールを3枚切ってくるのであればトンズラで落とします。トンズラじゃないわ、のどくみ狙いで落とします。4点、できれば土地は積もりたいですね。まあまあまあいいでしょう。タップインでもちゃんと引けてはいるんで落とします。で、このデッキは赤青かかんですね。なんで剣羅だったりとか、あとはまあなんか横並びしてくる第3の道のなんたらだったっけ、あいつの名前みたいな、なんか赤青の2マナのやつとかも出てくるんじゃないかなと思います。迷うところ、コンボデッキではなさそうですからね、見てる感じは。さまよう心なら単品ならギリなんとかなります。できれば欲しいのは土地ですね。土地引いてグーアプラス除去を構える形が多分一番強いので、うん、しっかりと土地欲しいかなと思います。まあ切り崩しとかボトムに行っちゃったのはちょっと嫌か。うん、まあ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 いいでしょう。ハクハク、まあまあまあ土地が積もれたんで一応タップインですが、文句は言いません、サクハクとかまで入って、Z とコントロールよりはちゃんと果敢とかだと思うんですけどね、で相手のライフ22までいったんで、なんとかしてライフ20点までは削りに行きます。20点までいければまあワンショットできる範囲になってくれるんで、まあさまよう心は、まあ普通にねしっかりと殴ってもらいましょう。で、まあ五武者サクハクで落としてくる可能性は全然ありますね。ただ相手目線ってまあこういうプラス1カウンター乗っけるカードみたいなやつがいない状態でスペルってあんま唱えたくないと思うので、まあ動きがどうなってくるかなっていう形ですね。バドリック、なんかコンボチックですかこれ。バドリック残されるとちょっとめんどさいんですけどね。サクハクで落としてくる。ならこれはサクハクプラスグーワでバドリック落としましょう。バドリック残しちゃダメなことはね、私がなんか悪いデッキをいくらでも考えてるときのように分かってるんで、しっかりと相手にターン渡す必要も一切ないです。ちゃんと分かる、ちゃんと割ります。こっちは置きますか。ルーティングの谷にしようかなっていう気持ちもちょっとありましたけど、まあ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 置いてあげてで問題ないと思います。ビンナムじゃないよな。結構格安デッキとかあったりします。これこっちがすごい珍しいカードがいっぱいで、まあでも今の環境のゲインランドって結構大事っちゃ大事なんで、まあ、これは別にどこでもいいです。なんで大事かっていうと、まあライフ22点とか、まあ20点超えてくると、あの普通コンボで死ぬことはないんで、これは手札1枚切りましょう。迷う心も破壊しますかね。得意性よりは今はサクハクなんじゃないかなと思います。破壊してもうこれさまよう心でゲームしてあげますかね。残りライフは10点。こんだけトークンとか並べてるってことは召集持ちだと思うんですけどね。召集絡みのデッキだとは思うんですけど、はい、スクリーリクス、バルモア、まあスペル結局1枚しかないんで落としますかね。殴ってきたらガン無視します。トランプルつくよね。このフラン実は残ってる方が嫌だったんですけど、バルモアでサイズアップされてっていうと、まあないなら何の問題もないんで、技術外で引いた。なら持ってなかった気持ちはありますけど、まあこうか。まあ喉首拾っといて置いてで問題ないとは思います。あー得意性も来ましたね。ん、勝ったか。八角か、そうですね、八角ですね。置いてフルパンします。2点通るので喉首狙いで秀継ぐ帰りに打点通して勝ちます。ほい、
敵トップから10点もう1回10点ゼロ処理のほいカットゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあ得意性でボンがめちゃくちゃ簡単にできるかなと思います。特に対赤タンだったりとかこいつを除去するしかないっていう時は本当にどのタイミングで除去するかっていうのが非常に大事かなと思います。例えばこのカードが得意性積む順番ですね、一番上に積むのか2番目に積むのかっていうので結構いろいろと変わってきて、例えば2番目に積むと相手がワンドローした後に犠牲だったりとか打つっていう形になりますし、一番上に積むとねそのまま追放除去がなかったらゲームに勝てるんですよ。はい、まあそういうのもあって本当にどのタイミングでどのカードがトップにあるかっていうのをしっかりと計算しなきゃいけないんですね。はい、で私もね一応青紅杯で、まあ、このひでつく帰りコンボっていうのと、まあ、決勝だったりとか、まあ、スイスランドでスイスで多分黒木さん以外にももう一回当たってて、まあ、その時とかはね、対戦とかもあるんですけど、まあ、その時はね私はアモンケットの進行で、ひでつく帰りがトップに仕込んだ、爆発的得意性2枚を墓地に叩き込むというね極悪非道なことをしていましたが、はい、まあ、そういうケアの仕方がめちゃくちゃ必要になってきます。一応除去1枚でもケアすることはできるんですよ。ひでつく帰りの着地タイミングで、まあ、しっかりと除去してあげるとトップ積むまでもなくっていう動きとかがあったりするので、実は除去1枚でもケアできるんですけど、ただこの除去1枚のケアって実はなんですけどトップに仕込まずにトップになった時にどうしようもないんですよね。まあもうそんなもんケアできないので、はい、まあ、確定死よりは、まあ、確率、まあ、低めではありますからね、で死ぬっていうのを受け入れるっていうほかないのかなとは思います。で、この出来なんですけど振り対面っていうのがしっかりあって、多分赤タンガグロに対して相当不利がついちゃうかなっていう印象があります。はい、まあ、BO3 だと少なめ、赤タンアグロが少なめっていうところもあって、まあ、BO3 だと戦いやすいんですけど BO1 ですね、今の環境の BO1 だと結構赤タンのアグロ絡みが非常に多いってとこ含めて相当不利がついちゃうのかなと思います。あとはサリアとかも結構重くて、まあどうしてもねこのカードスペル唱えるっていう行為が発生してしまう、まあ、自分のために除去打ってかつこれも打ってっていう、まあ課税が2回かかっちゃうっていうのがあるので、なんでサリアとかもちょっと不利がついちゃうかなと思います。フルタップで出してもね向こうがフルタップで出したならサリアいるし大丈夫ってフルパンしてくる可能性も全然ありますからね。はい、そういうのもあって、まあ、非常に難しいデッキだとは思います。難しいんですけど、まあ、やっぱりこういうワンショットがあるデッキが、環境にいるっていうのは私としては結構嬉しい、ポイントでもありますし、まあ、こういうコンボも面白いっていうのもありますので、よろしければねぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは